三島沼は秋田県の白市にある湖。サミダレ沼や長崎沼とも呼ばれる。朝、内沼や出田沼と同じく、元は海岸線であったものが、その前線に砂丘が形成されて取り残されたものである。この沼の西には河梁山があり、道山の山頂には貯水施設があったが現在では使用されていない。菅江雅美は1806年に、 の代南部の長崎にて三島沼を見て、絵、えっと記録を残している。小島のように吉辺から出ているのは、サミダレ大明神という。サミダレ大明神は9月10日が、お祭りの日で、大公院という主言が神事を司る稲作の神社である。ところが、この沼の魚は、大体が固めだそうだ。神の使いとして、漁をしない習なわしだが、この春、藩主。 佐竹義一が来られた檻は、一尺五寸ばかりの船、二尺、余りのせ黒を取って神前に捧げた。菅江ますみ、裏の増え南から見た三頭沼湯図は、画寮山からの長官図になっており、画寮山の山頂には六人の人物が描かれている。さみだ湘小南部は田になっていて、東部には大きな木が生えている様子が描かれている。 サミダレ明神のほこらは沼に半島として突き出した部分にあり、このほこらも単独でまた別の絵図になっている。本文には、画さ山は砂山で浜ナスが咲き誇っている様子が記されている。現在は周辺が住宅地になっていて、小島のように突き出ていたサミダレ大明神は陸地に囲まれ、北部だけが沼に面している。佐竹義和の巡行の記録では、この沼が 鹿渡市周辺にあると誤って記されている。鹿渡市村付近に、サミダレ沼という沼がある。この沼の神は神竜で、固めであったゆえんで、この沼に住む魚も皆固めであると伝えられている。この日大きな船を七尾見つけたが、七尾すべてが、固めなのは不思議だ。と記されている。三輪の家文書によれば、1716年に、三輪の太郎エ文が、 久保田回しの材木を請け負い、浅内屋地を通し大川村へ改装したとの記録が残されている。野代目山形以来角によると、朝内沼と八郎潟の間掘り切りに成功し、加えて、長崎沼と大川の間に運河を掘らなければならない。特に朝内沼と米代川の間は、赤沼、長崎沼橋下から、大川まで千百五十件の掘り切りに成功して、 守備よく木材を運送していると記している。三輪の太郎衛門はさらに借金して600石積みの船を作っている。この運河は砂丘地の筆作の影響をまともに受け、1年に1、2度は砂上げをする必要があった。1875年、小坂鉱山の雇われ技術者であったハーグマイヤーは輸入したマンスフィールド式製錬機を銅鉱山に運搬する際に、 船川港で積み荷を平底船に積み替え、八郎型を横断して、地況に沿っての城まで進んだが、私自身この運搬コースを定めたのだが、の城までに至る八郎型と沿岸の様子には、実際びっくりさせられたと述べ、の城港については、以前は良い港であったのだろうが、今日では少し大きめの船ですら岸より、数キロ離れたところまでしか接岸できなくなっていたと、記している。 三島沼の東側の大沼は埋め立てられ、長崎団地になっている。三島沼に陸曹された木材は、一時飛場に積まれ三島、沼端下から運河を通して、大川に出る。この大川は、現在、赤沼球場や公園として埋め立てられた赤沼を、源として、川戸川、坊ヶ先、大内田を通り、橋中のまたい門橋で米城川と合流している。 当時の水路は明らかではないが、現在の棒が、先川の川幅は5から6メートルで、各支流を集めて、堤防もよく整備されている。830年と850年の大地震で、地表が隆起し、尾物川と米城川の流路が変わったという学説があり、天井大地震以前の米城川の主流は、この大川ではなかったかという見解もある。三島沼から赤沼までには、 川戸川沼、伏沼があったとされるが、それらは埋め立てられている。菅江雅美は川戸川沼のほとりで和歌を読んでいる。三島沼三ミダ大名人佐急行配置に形成された三島沼は、現在周辺が市街化され、住宅地に囲まれた状況になっている。沼の岸辺によし、マコモ、勝負が行くなし、水蓮の大きな群落が水面を覆っている。 蓮と甲骨の育成も点在して見られる。この三刀沼を小路姫稲荷伝説と結びつける情報がある。しかし、秋田民話州120千や秋田の伝説ではこの伝説は、白紙書貝塚がある白紙書集落の民話として記載されており、三刀沼との関連は確認できない。小路姫稲荷のそばにある沼は、坂の上の田村マロが、の城市大内田付近にあった。 映像の集長、佐都市の砦を水攻めにするために、三島の竜に作らせたという伝説が記載されているものの、三島沼のほとりにある神社は、稲荷神社ではない。無刀鉄城が調査、収集した伝説では、サミダレ沼には、坂の上の田村マロ将軍が三島竜神を生じて、天子よし、敵を打ち沈めた。という伝説が残っている。ありがとうございます。